たちはただスロット魔法少女マドカマギカの卒業式。ポタポタポタしたかっただけなのに。だからゾロ目の日はやめようって言っただろうがよ。秋葉のこの台は平日でも十分戦えんのに。そうっすよ、毎回上杉さん並ぶ店選んで抽選すら受けれてないじゃないっすか。これで何回連続抽選受けてない？4回っす。つーかこの店今日特定日じゃないのよ。お客が勝手に盛り上がってるだけっすね。え？事実、この日この店はまさに地獄だったそうだ。なんで1500人もいるの？新ルール、ゾロ目禁止。冒頭で新ルール作る羽目になるとは。しゃあないっすね。結局バナさんのホームへ。ここもゾロ目の影響あるかも。いや、私はここの客層信じます。では偵察行ってきます。戻りました。バッチリです。お店ガラガラであります。偵察ありがとう。なんかそれはそれで複雑だけど OK。 ではもう台確保してるので。早いな。てことで寝台シークレットハイビスカスが開いてた。ボーイはディスクアップ。地元に全然置いてない。上杉はラス1の置き時。よかった、余ってた。で、わずか1000円。はあ、やっぱいいよなこの台は。そして即連で朝一から幸せがやばい。うわ、もうこの子はほんとかわいいわ。上杉もリセットから連チャン開始。残り物に服あった。そしてバナさんはふっ、今日も京都で島で一番当たりが遅い。時速2万かは時間の問題であったが、時速2万ポーズよ、引っ込め。立花二郎、パワーで2万かを阻止。そして9000円でビッグきた。4ヶ月ぶりに開幕時速2万を回避と思うも、どうしてもジャギン腕が2の形に。開店から5分後に入店して余ってた最後の1台。この寝台が取れるなんて思ってなかったのに、これは運命。この店の寝台はちゃんと強いし、絶対粘り切ってやる。そんな覚悟で戦うバナに対し、ボーイは追加ハズレ目プラス1ショートで2画。ハズレ王はリプレイ王は追加王はボーナス。リプレイ王はボーナス。リプレイ重複。変速ショート括弧1&3リプ重複。初代以上の衝撃。初代と違い青七枠上でもボーナスあるし、子役重複のおかげで死に目がほぼなくなった。ビタも適度に楽しくジュワーン。 ART 中のボーナス連打で DJ ゾーンがモリモリ増えてくのも楽しい。神代かよ、楽しすぎる。ポン順ハサミ左2コマ以上プラス1ショート。そんな中上杉は飲まれた。かくなる上はバナさんの隣ゲット。ストン。ああ、今回も上杉はバナさんの隣に座ると勝てる説を提唱している。事実勝ち負けはともかく、バナさんの隣にいた時だけとりあえずは出ている。かたやバナは上杉さん来たか。別にあげまん扱いはいいんだけど、問題は上杉さんで、自分で出して私が出ないと怒るんです。イライラ。編集の俺が出しても話的に面白くない。バナさんが出してこそなんだの精神なんだけど。俺じゃなくてバナさんが出てくれよ。自分で出したくて私の隣に来て、いざ出して私が出てないと怒り出す。
あんたただの当たり屋じゃんか。ストレス2倍ヘブシ。もう油断してると腕が2の形にピン。この腕のせいでずっと下空プレイ。でもベルが3000ゲームで 6.6 分の1だからやめる気なし。信じて続行。その間チカ、うお、来た。てかほとんど120ゲーム以内に光る。やっぱバナさんの隣座って正解だ。上杉、じわじわと1500枚。そしてはい、アタリアモード突入。そうじゃねえよ、俺じゃなくてバナさんにビッグやれよ。空気読めって。チャ、ほらビッグ引いて怒ってる。なんなの。だからおねにじゃなくてさ。さらに5000ゲームを超えたあたりで怒涛の8連オールバケ。2のポーズが抑えきれない。助けてー。つらい。6000ゲーム近く下皿プレイ。でもベルはずっとこう設定。今のバケ連で足りないのはビッグのみ。1日下皿プレイできたのも高設定の証。もうここまで来たら怒ってようが2のポーズが完成しようが最後まで回すのみ。ああ合算210分の1、1以下。時間もいい感じだしやめよう。まあ問題はあいつら絶対やめねえだろうな。今日こそはプルコギの名店に行きたいけどどんな感じ。あ、うわバナさんすげえ出してんじゃん。って、おいバナさん、それって時速2万のメガ進化系、時給2万。高設定と信じ回しきった結果、最後の2時間だけ変身できました。計3000枚ゲットです。でもこれで時速2万を封じて時給2万に。まだです。今回は設定に救われただけ。いつか自分だけの力で時給2万になってみせます。時給2万への仮進化おめでとう。ありがとうございます。名店のプルコギうどん、早く使いこなせる立派な戦士になりたいっす。ついでにアタリア編集という新しい肩書きもできたしな。俺のどこがアタリア。ハラスメントにしようか。アタリアでいいっす。ボーイさんは何か新しいの。俺は糖尿発覚かな。はぁ、おいうどん返せよ。こんな糖質の塊お預けです。引いたわ。時給2万かっこ仮橘里乃、投資22,000円、回収55,500円、収支プラス33,500円。糖質番長ケツの少年、投資9,000円、回収3,000円、収支マイナス6,000円。アタリア編集上杉陽文、投資6,000円、回収28,500円、収支プラス22,500円。今回の実践3人トータルプラス5万円。